朝になっちゃいましたね。とりあえず宇都宮行って餃子食って温泉入ってお餃子食うって決めてるから。決めてます。絶対勝利の方程式。こんな宇都宮行きたかったことないよ今まで。こんなに宇都宮を渇望したことはないですよ。朝です。あと5キロ。はい。マジ宇都宮が大好きっていうね。12時間ですか。結構ですね。はい。まあこうすれば大丈夫か。宇都宮映してます。12時間。まあもうちょいかな。もうちょい。バカ規制。私いろいろありましたけど。今座ってここ。あ、痛い痛い痛い。あ、痛い。なんだよ。足じゃないんだよ。足とお尻なんだよ。はい、ということで、はい、いや申し訳ないんですけど、はい、僕は撮影をしなきゃいけない今日、はい、編集もしなきゃいけないですね。今日の動画編集もしなきゃいけない、この動画も編集もしなきゃいけない、はい、ということでここまでですね、カンカさんは。そうなんだよ、ここまでついていくつもりじゃなかったってところで許して。地獄の700キロ始まりますね、うん、ただ、一個決めてたことがあって、俺のチャリ使っていいから。使います。潔いな。おー、使います。トミー2号捨てんな。トミー2号は、あの、下取りしてもらいます。トミー1号500円。トミー1号500円。トミー2号いくらになるのかしてもらって、トミー3号。トミー3号。え、水たまりボンド号ですよ、もう。いや、だからもはやもう、だからカンタさんの意思も受け継いだった、うん、だから、ちゃんと持って帰ってこいよ。はい。何やってんの。なんかパイプ1本とかなって持ってきます。なんなんですよ。しただ見てる人はね、なんでって思ってる。北海道行くのとか楽じゃねって思うけど、俺の予想多分ね、サブ3回くらい死にかけるから、はい、宇都宮近くねって多分思ってますよね。近くねえよ、東京から宇都宮。マジでやばい。やばいもんね、だって今そのレベルでしょ。一旦休憩しましょう。1時間ぐらい一旦休憩で餃子食う。これだけ食べます。温泉入る。温泉入ります。腹きれいにして。はい。シャレなんないわこれ。次元違う。あ、冒険家すげえっすね。はい。はい、ということで宇都宮から20分ぐらい来ましたね。20分じゃないや、20キロ。20キロぐらい来ました。はい、今ここがあれですね、有名な木戸川です。はい。いや、なんか一人でやるの辛いな。どうも。はい、ということでね、郡山まであと55キロとかのとこまで来ましたね。とりあえず日が落ちてきて、あーもうきついよ本当に。うーん、牛、うん、こんだけ。あー、もうなんでまくれだったのかい。さっき微妙なとこじゃないです。あー、やばいっす。あ、やばいっす。あ、やばいっす。あと一回、あと一回いいんだよ。え、これどうやってやんだろう。でも、なんか横に設置するとかじゃない。はい。今いや、那須高原を今登ってるんですね。もう
ずっと緩い上り坂でも焦げない、こんなきついことない。はい、夜になりました。とりあえず、はい、